日向市は宮崎県の北東部に位置する市である。馬が、せ日な市中心部周辺の空中写真。2018年4月28日撮影の36枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。日向灘に面し、温暖で、降水量が多い一方で日照時間は全国トップクラスである。 また、宮崎県の田野市と同様台風の影響を受けやすく、しばしば大きな被害を受ける。また、細島港という天然の良港に恵まれ、古くから県のゲートウェイとしての役割を担ってきた、県内有数の工業地帯としても知られる。2019年4月1日現在、住民基本台帳より、 史跡調査の進捗率は36%。日向市発足時の大技を以下に記す。また、1955年にミミツ町を編入した。市政施行直後頃から町名設置が順次行われ、現在までに以下の町が発足している。2006年に東郷町を編入し、以下の大技が東郷町を冠した形で継承された。 2019年5月16日現在、2007年の県議選までは定数3だった。2019年9月11日現在。国の行政機関細島港湾合同庁舎財務省、厚生労働省農林水産省国土交通省、防衛省福岡高等裁判所、宮崎支部特殊会社県の行政機関宮崎県、日向総合庁舎、 中町総務部福祉保健部県土整備部、農政水産部企業局、警察関係救急指定病院日光市、東臼杵郡医師会関連施設その他日向市産のヘベス日向精錬所と後輩地の交際体積場、日光高校日光市駅かつてあった、鉄道路線高速道路ヒューガインターチェンジ、一般国道県道国倉が、浜道路日光市の東側にある海岸は、 日報海外国定公園に指定されている。両国寺庭園願いが叶うクルスの海。クルスはポルトガル語で十字の意。大見華子、黒田の家臣ヒョットコードリオクラが、浜海水浴場、金ヶ浜海水浴場面積については2011年時点のもの。ありがとうございます。